初号機、そう初号機でなんかめっちゃ初号機初号機ってなんか昨日フーダも言ってくれたんだけど、いや初号機はね私気に入ってるんだよね。いやなんか結構なんか初号機初号機うるせーとか言うけど、いやでもやっぱ騒いでるから、でなんだろうやっぱね、私は思うんだよ、やっぱこうたくさんいるね VTuber の中、個性って大事だと思うん、個性、そう、いやルシアはその個性をいただいたんだよ。だからその初号機って言った人はルシアにとってオールマイトなんだよ。いや今みんな多分聞いてる人で頭ハテナの人いるかもしれないな。こいつ何急に話し出してんの。そうオールマイトなルシアからしたらルシアはデク君なの。そうルシアはデク君で、初号機っていう名前つけた人はオールマイトなんだよ。私が来た、いるの、でもスパチャでも私が来たっていう人必ずいるんだよ。そうだからルシアはヒーローなのかもしれない。ん、何、闇に、それはしがらき、しがらきさんじゃない、闇に入ってんのは。ルシアは光の中にいるから、光の中をずっと歩いてるから、闇とか大っ嫌いだから、うん、引っ張らんないからルシアは。そう光のものだから、陰キャだけど。陰キャだけどそこは曲がんないから、光の中を歩く、いくら同族嫌悪あるけど、いやど、いやど、いや同族嫌悪の言葉に反応するためにもいるからやめよう、この話は。闇のネクロマンサーじゃないの、闇、光のネクロマンサーです。受験生の人が来てくれてありがとう。光のウルハルシアです。初見さん来てくれてありがとう。今日は光の天使ルシアがホールガイズをやっちゃうよんということで、